アイテム番号 SCP-162JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。現在大段階上部門の合同任務群作り Wing60が SCP-162JP の捜索と追尾を担当しています。財団所属の各船舶、航空機、施設は SCP-162JP と疑われる存在を発見した場合、識別プロトコル、海軍年鑑に従って対象を識別してください。SCP-162JP であると確定した場合には、監視を継続しつつ、スクリ、ミング60、所属の艦船を誘導してください。また、発見通報と同時に周辺航路には管制が行われ、民間船舶の接近は排除されます。スクリ、ミング60、所属の艦船は、SCP-162JP を中心とした輪形陣を敷き、対象が不活性化位置するまで進路を妨害してください。対象が逃走を試みたときは、外援部の予備部隊によって速やかに新たな輪形陣の形成が行われなければなりません。なお、SCP-162JP のマストに軍艦旗2が掲揚された場合、直ちに輪形陣を解き全速でその場を離脱してください。その際、各艦の艦長以下艦部士官は処置54、パラグラフ11に備えてください。説明。SCP-162JP は、推定総トン数8000トンクラスの三島型貨物船です。船体上には巧妙に偽装された艦砲や水雷兵装を有しており、航行中の船舶に対する襲撃を繰り返しています。現在までに、SCP-162JP によって拿捕、撃沈された船舶は、席に上っています。SCP-162JP の特異な性質は、船種や規模に関わらず別の船舶に完全に偽装することができる点にあります。SCP-162JP との交信で得られる情報3は偽装元になった実在の船舶と一致しており、無線記録の分析から偽装元となった船の乗組員の声を模倣していることが判明しています。また、外観に関しても完全に偽装することが可能であり、ほぼ同規模の船舶以外にも小型の沿岸漁船や VLCC クラスのタンカーに偽装していた事例が報告されています。外観の偽装は他の船舶が1500ヤード4付近まで接近することで解かれ、SCP-162JP は本来の姿を表します。しかし、この時に船体の構造そのものが変形したという報告はなく、被害に遭った乗組員からも突然船の姿が変わったとの証言が得られています。このことから、SCP-162JP は未知の方法によって偽装した船影を人間の視覚や撮影機器に投影していると推測されています。航行中の船舶への襲撃は、通商破壊を意図したものであると推測されており、海上における主要なチョークポイントや五大湖などの内陸湖でも出現が報告されています。襲撃は戦史上の通商破壊作戦における一般的な手順に沿って行われており、近代の海戦放棄に則っているかのように振る舞っています。以下のような行動はその典型例です。偽装したままの状態で襲撃が開始されることはありません。必ず偽装解除の後に軍艦旗を掲揚します。複数の手段後による停戦命令に従わない場合にのみ威嚇射撃と船体への砲撃が行われます。乗員乗客が対戦するまで十分な時間的猶予を与えます。被害船舶へと節減し物資の略奪を行います。貨物や燃料以外6の略奪も確認されています。ただし、標的となる船舶の国籍は無差別であり、拿捕の要件を満たしているか否かに関わらず襲撃は行われているなど、必ずしも海戦放棄を遵守しているとは限りません。また、対戦した乗員乗客を内部へ収容することもありませんが、被害船舶の救難信号を偽装して発信し、救援の到着が確実になるまで周辺を誘惑します。これは、より多くの注目を集めることで通商破壊作戦の存在を誇示し、
海上交通を破壊することが目的であると考えられます。各種報告からは、SCP-162JP 内部で人間、あるいは何らかの知的生命体が存在しているのかについて確認できていません。艦橋や甲板上で乗組員が活動している形跡はなく、偽装状態にある兵器類に関しても全て砲塔状の構造物で覆われているため内部を観察することができません。一部の被害者は、SCP-162JP が出現した瞬間に人間が乗り込んでいたと証言していますが、証言の数が極めて少なくそのような事実も確認されていません。SCP-162JP が自律的に行動しているのか、あるいは遠隔操作されているかについては、現在要調査案件となっています。SCP-162JP は、1950年代を通じて発生した船舶遭難事件によって財団にその存在が認知されましたが、後の調査からその起源は少なくとも第二次世界大戦にまで遡ることになりました。当初は大西洋でのみ確認されており、イギリスによって、襲撃艦、J、として記録されていました。その後、報告書にも添付されている写真の撮影に成功したことから、ドイツ海軍の、襲撃艦、C、こと通称破壊艦、アトランティス、と同一であると判断されていました。しかし、アトランティス、が撃沈された1941年以降も出没が報告され、その行動が全玉規模に広がったため米英海軍によって秘密裏に調査が行われていました。しかしながら、1945年の戦争終結によって出現報告が途絶え、襲撃艦、J、に関する調査は機密扱いとなり公式には存在を抹消されていました。ホイ、162JP 以下の文書は、スクリ、ミング60、所属艦の幹部士官、および司令部要員のみ閲覧できます。認証の確認が終了しました。文書を開示します。現在の特別収容プロトコルは、SCP-162JP が1隻であることを前提としています。しかし、行動中の SCP-162JP による無線通信を解析した結果、艦隊司令部、と呼ばれる存在と、亡国、丸、殉国、丸、という2つの符号が確認されました。これは SCP-162JP が組織的な活動の一部であるとともに、その存在が複数であることを示唆しています。財団では、SCP-162JP に対する相互接触を計画しており、SCREAMING-60 において具体的な行動計画を策定中です。これは、艦隊司令部に対する接触と情報収集、および一連の通商破壊作戦に関して交渉による封じ込めを行うことを目的としています。しかし、計画に対して不確定要素が多すぎるとの判断から、現在理事会による決裁が保留されています。SCP-162JP に関する主要な事件。事件記録、162JP-1972。財団では SCP-162JP を保護する意義が極めて低いと判断し、無力化作戦、旧シップを実行しまし、データが破損しています。復旧に失敗しました。事件記録、162JP-6、1985、午後17時50分、フユーリアス50に所属していた SCP-S オンリーヌが、ザンジバルの東約 600km の地点で SCP-162JP を発見しました。オンリーヌは追跡開始の旨を司令部へ発信した後、同日の午後19時の定時連絡を最後に消息を絶ちました。両艦は伴っておらず、オンリーヌは距離を維持しつつマダガスカル周辺海域担当の SCP-S 司令ヌと同日午後20時に合流を予定していました。消息を絶ってから2日後、財団所属の哨戒機がモーリシャスの南東 300km の海上でオンリーヌを曳航中の SCP-162JP を発見し、警告のため対戦爆弾を投下しました。
SCP-162JP は栄光柵を切断し時速80ノットで南へと逃走しましたが、オンリーヌ救出を優先したため追跡を断念しました。救出部隊がオンリーヌに乗り込んだところ、すべての乗組員が所定の部署に着いたまま昏睡状態となっていました。回復した乗組員に対する事情聴取から、SCP-162JP がオンリーヌに対して砲撃を行った直後、艦内にガスが充満したことが判明しました。砲撃による被害は艦内の空気循環システム付近に集中しており、回収された砲弾の残骸は化学砲弾の特徴と酷似していたことから乗組員の証言が裏付けられました。死傷者はなく物理的損害も軽微でしたが、艦内の電子機器に対する不正なアクセスが行われ内部の情報を略取されました。どの程度情報の漏洩が生じたのかは不明ですが、保安部門はこの事件直後に発生した財団内部ネットワークへの大規模な攻撃との関連を指摘しています。事件記録 162JP 波1986フユーリアス50の一部が停泊していた。SCP-162JP が侵入しました。SCP-162JP は同日入港予定であった SCP-S テンペスタに偽装しており、割り当てられていた識別コードも正確であったために判別が遅れる結果となりました。その後、テンペスタから悪天候のため入港予定が遅延する旨の通信を受け取ったことにより、偽装した SCP-162JP に対して臨検隊が追加を行いました。臨検隊が接近したことで SCP-162JP は正体を暴露し郊外へ逃走を開始。フユーリアス50。所属艦が捕獲を試みましたが、対象が港内に機雷のような物体を投下したため断念せざるを得ませんでした。回収された機雷型物体は、湖に及びましたが、すべて信管や策略のない全く無害なものでした。逃走開始直前、SCP-162JP から港内の財団所属艦船に対して以下の通信が送られました。我が、今より、おサラントス。財団諸君は御用なきや、亡国、丸。この事件の発生により、フユーリアス50の戦力配置や紹介スケジュールが SCP-162JP に対して完全に暴露されたと判断されました。フユーリアス50は解体され、所属する艦船と人員の総入れ替えも含めた大改編により、スクリーミング60が設立されました。